こんにちは、ブラックパンダです。今回やっていくジャンクはこちらです。はい、こちら任天堂スイッチになります。コントローラーも付属品も何もありません。マイクロ SD カードの、蓋というかスタンドですね。スタンドもないし、筐体のね割れも結構ひどいです。で、ネジが1本もありません。まあ、分解はしやすくてね、楽なんですけどね。中のこのネジもないです。症状なんですけれども、画面が黒いまま何も映りません。バックライトはつくみたいなんですけれども、一度確認してみます。電源ボタンを押します。今分かりましたかね。バックライトが一周光りましたね。これで一応バックライトついてるんですけど、何も映らない。一応電源ボタンは反応してるみたいですね。この症状調べたら、電源ボタンを12秒以上長押しして本体リセットをかけると改善するっていう記事をね見つけたんですけれども、それを実践しても治りませんでした。で、こちらね、充電アダプターを挿しても症状は一緒です。で、ちなみに今バックライトついてるんですけど、この状態でコントローラーを入れても音もないし何も反応ありません。今裏蓋開けたんですけれども、この中の、回路に異常があるのかなと思って、こちらね、正常動作するやつ買ってきて、まあ、見比べながら調べていたんですけれども、異常が見当たりませんでした。まあ僕の見落としがあるかもしれませんけれども、まあこういうチップ周りとか、ですね、まあ、コンデンサとかも、まあ、全部調べてみたんですけど、特にね異常はありませんでした。ちゃんと電圧とかはね出てるっぽいんですよね。あの正常動作するやつと一緒だったんで。で、まあ、原因を考えていたんですけれども、この下にですねメモリと CPU が入ってるんですけれども、こいつですね、こう CPU でメモリがあって、まあ、スイッチの故障でよく見るブルースクリーンはこのメモリが原因っていうパターンがよくあるじゃないですか。で、まあ、オレンジの時はもうこっちのあの Wi-Fi のそのモジュールが悪いとかっていう症状はねよく見るんですけど、まあ、今回その黒い画面でしかも音も出ない、リセットも効かないっていうことなので、もしかしたらここの CPU のハンダクラックが原因で、まあ、画面がつかないのかなと思ってるんですよね。で、まあ音も出ないということで、なので一度指で押さえつけて、まあ、よくメモリでもその手で押さえたらブルースクリーン解消して起動するっていうことあるじゃないですか。だからこう CPU もちょっと押さえて、まあ、起動して、まあ、症状が変わらないかどうか確認してみたいと思います。またどこ押さえていいか分かんない。とりあえず適当に押さえて、液晶怖いな、まあ、ちょっと押さえ込んだ状態で電源入れてみます。はい、ちょっと見え、あ、バックライトもつけようになった。今度はさっきちょっと横、今 CPU ファン回ってたな。あ、回ってる、 CPU ファン回ってますね。今まで回ることなかったんですけどね。今電源オフ、電源入れます。ほう、回ってますね。ちょっと CPU を押さえつけたことによって症状が若干変わりましたね。今度ちょっと押さえる位置を変えてみます。押さえる位置変えて電源ボタン押します。押さえた状態だったらつかないですね。あー、 CPU ファンもあれ。今、本体リセットかけてまたねバックライトがつくようになって CPU ファンも今回ってます。この状態でこれ刺したら音出るかな。で、まあれから押さえる場所をいろいろ変えてみたんですけど、特に変化はなかったですね。まあその最初に押さえた時に CPU ファンが回ったっていうぐらいで、で、後々また CPU ファンも回らなくなりました。まあでも押さえ込んで
まあ、この CP4 は回るようになったってことは、まあ、もしかしたらね、ここの中のハンダクラックが原因なのかもしれませんね。なのでこの CPU リフローして症状がどうなるか確認していきたいと思います。ではこのまま冷ましてもう一度動作確認していきます。はい、組み立てました。それではバッテリーをつないでどうなるか見ていきましょう。それでは電源押します。オン。バックライトついてますけどね。あ、え、ちょっと待って待って待って、聞こえました？今、うわ、音鳴ってる。一回この状態でリセット試してみます。ファンついてないんでファンつけてからやりますね。それでは本体リセット試してみたいと思います。電源をします。これで12秒押し続けます。で再度電源ボタンを押します。あー、つけへんな。こっちなるけどこっちなれへん。まあ、いろいろジャンクやけど、とりあえず映像がつかないですね。タッチパネルも反応してます。ただやっぱり画面が出ないですね。はい、ではリフローでも症状は改善しなかったので CPU を一度取り外してみたいと思います。多分予想なんですけど、この CPU、 もとい BGA のハンダクラックが原因ではなくて、まあ、落下の衝撃とかで BGA 裏のパッドが剥離してるのかもしれません。で、まあ、僕の技術で、まあ、これを直せるかって言われたらかなり難しいとは思うんですけれども、まあ、パッドがね剥がれて、まあ、原因の究明ぐらいはできるんじゃないかなと思って、まあ、どうせもこいつ壊れてるんでね、せっかくなんで試しにやってみたいと思います。それでは取り外ししていきます。はい、というわけで残ってたハンダを除去したんですけど、やってしまいましたね。ハンダ吸い取り機、まあ、こうやってこすっちゃダメって分かってたんですけど、まあ、どうしてもねやっちゃうじゃないですか。まあ、それでね、このなんていうんですか、この基板のところを削っちゃったりとか、まあ、ちょっと傷だらけになってしまいましたね。これはもうダメかもしれませんが、ただね、この辺、また拡大した画像をね上げますけど、この辺とここですね、この端っこがパッドの剥がれやっぱりありましたね。多分ですけど、まあ、もしかして外した時にね一緒に取れちゃったのかもしれないですけど、まあ、パッドの剥がれは確認できました。まあダメ元でこのねパッドの剥がれてるところ、まあ、これできひんやろな、こんな細かいとこ。まあ、一応ね、まあ、なんとか、まあ、悪あがきじゃないですけどね、まあ、できるだけね、まあ、ここまでやったんで、まあ、ダメ元で、やってみたいと思います。ここのパッドの剥がれの修復と、あとね、この削っちゃったところね、ソルダーレジストの、補修、やってみたいと思います。あ、で、CPU 側は綺麗に、除去できたと思います。こんな感じですね。まあ、こっち側は、パッドの剥がれはなく、
く、綺麗な感じですね。リワークとなるとね、ハンダボールを乗せてね、まあ、リボールしないといけないんですけど、かなり大変そうですね。ステンシルも持ってないので、まあ、手でね乗せる感じになるんで、まあ、かなりね根気のいる作業だとは思いますけれども、まあ、気合い入れてやっていきたいと思います。それでは先にこのソルダーレジストの修復からやっていこうと思います。ちなみにあのパッドの横のあのソルダーの剥がれなんですけど、あそこを修復しておかないと、あの今度ハンダ付けするときにそっちの削れてる方にハンダが流れちゃって高さが合わなくなってちゃんとつかなくなるみたいなんですよね。なのでああいうパッドのね修復は絶対にした方がいいっていう風に教えてもらいました。それでは固まるまでねもう少しこのまま当てていきます。はい、ソルダーレジストが固まったので、次は剥がれたねパッドの修復作業をしていきたいんですけれども、拡大した画像を載せますけど、このパターンが見えてるところはなんとかなりそうなんですけれども、この下にその配線が潜っちゃってるやつ3箇所、これ、まあ、ぶっちゃけどうにもなんないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ペーストハンダーを本当にもうちょっとだけつけてヒートガンで炙って、そのちょっと頭見えてるところそこにうまくついてくれたらいいなって思ってるんですけどね。まあその作戦で一回やってみようと思います。ただペーストハンダーつけ終わったのでヒートガンで炙っていきます。どうやろう一応、まあ、こんな感じでうまくボールになってくれたんですけど、まあ、下のね、配線が切れてるところとこのハンダのこのペーストハンダーねつけたボールがつながってるかどうかはちょっとわからないですけど、さっきピンセットというか針でねちょっとこの今つけたところつついてみたんですけど、外れる様子はなかったので、まあこの下のね配線とちゃんとつながってると信じて次の補修に行きたいと思います。次はここのパターンがね見えてるところですね。さっき修復したところの、1個下のパターンが見えてるところ、まあ、そこから導線引っ張り出してハンダ付けできるように修復していきたいと思います。かなり細かい作業になると思うので、あの撮影は難しいかもしれません。ちょっと写真だけになるかもしれないですけれども、とりあえずやっていきます。まずはこのねパターンを削って配線を出していかないといけないですね。ここね、はい、ということでこっちのメイン基板の方の修復はまあ大体終わりました。まあ出来はまあ正直かなり悪いですけど、まあ今のねあの僕の技術じゃあれ以上はどうにもならないので、とりあえずこれでいこうと思います。で次はこっちの CPU 側のリボールですね。さっきも言ったんですけどステンシル持ってないので手のせでやっていこうと思います。
釣れんなよ。あ、ちょっと釣れたかな。はい、あれからかなり時間かかりましたけど、やっとリボール終わりました。こんな感じです。まあ、多分、リボールはいけてると思うんですけど、やり直したりして、まあ、結構熱をね加えちゃったんで、もうこの CPU 完全にダメになってるかもしれません。で、まあ、さらにねこっちの基板もまあちょっと損傷させてしまったということで、まあ、お先真っ暗ですが、まあね、ここまでやってきたんでね、まあ、最後までやり遂げたいと思います。そしたらこれをねまた取り付けリワークですねしていきたいと思います。はい、CPU 取り付けが終わって、ここまで仮組みしました。あとはね動作確認していくだけなんですけど、多分ダメだとは思うんですが、一応確認だけしていきましょう。バッテリー挿します。それでは電源押します。スイッチオン。あかんな、完全にあかんな多分。あかんわ、あっつ、あかん。CPU が発熱してますね。ショートしちゃったんだと思います。まあ、僕が壊したっていう可動性の方が濃厚ですけど、もしかしたらもうこいつがね CPU がもともとダメで、まあ、熱でもとどめさせちゃったかもしれないですね。まあ、原因としては多分ねこの CPU 周り、メモリーではないと思うんですよね今回は。あ、でもメモリの可能性もあるんかな。あっつ。まあなんせ今回はね、まあ、リボールと、まあ、リワークですねチャレンジしたんですけれども、やっぱりねまだまだ練習不足でしたね。で、まあ、ハンダの除去ねやっぱりここがちょっとまあ自分でも分かってたんですけどね、まあ、なんであんなガリガリやっちゃったのか、まあちょっとねやっぱ謎なんですけど、はい。まあ、ということでね、今回この任天堂スイッチ黒い画面のままね何も動作しないっていうやつを、まあ、リフローして音は出るようになったんですけど、まあ、そっからね画面の出力がないっていうことだったので、まあ、リワークね挑戦したんですけど、まあ、起動せずで、まあ、CPU 発熱したんで多分もうショートしちゃってますね。はい、まあということでね今回は以上になります。ありがとうございました。